大宮駅は、大分県早見郡肘町大和大臣にある、九州旅客鉄道日本本線の駅。JR 九州サービスサポートが、駅業務を受託する、業務委託駅である。駅設置の要請は開業のおよそ30年ほど前から行われており、住民の悲願であった。島式ホーム一面二線を有する地上駅。ホームへの行き来は、駅舎から線路を横切って渡る。 校内通路となっている。そのため、電車が校内に入ってくると、駅舎側に設置している踏切が降りてきて、渡れないようになる。駅舎は縦坪24坪の平屋建てで外壁を薄、ピンク色としている。IC カード守護課は、出入場とチャージのみ対応。大分駅方面から、折り返しの列車が数本設定されている。 1965年度には、乗車人員が154,339人、降車人員が1 5万6 7 4人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。1990年度には、乗車人員が51,387人で、降車人員が52,612人となっていたが、1991年度には、乗車人員が64,090人で、 校舎人員が58,043人と増加した。その後、1996年度には、乗車人員が75,167人で、校舎人員が86,91人。1997年度には、乗車人員が128,670人で、校舎人員が131,821人。1998年度には、 乗車人員が158,255人で、校舎人員が162,193人と増加した。2015年度の乗車人員は197,793人、校舎人員は202,538人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。 ありがとうございます。